3分でわかる不遇すぎる戦車共同師団解説ハッチもあるよ。第130戦車師団通称戦車共同師団は43年12月末にフランスで編成された。その名前からもわかる通り戦車部隊の人員は第1および第2装甲兵学校の教員から編成され、敵団兵はすでに東部戦線で活動していた第901共同連隊が主戦力であった。装甲兵学校の教員が実戦を経て指導する立場になったことを考慮すると、この師団は編成時点ですでに精鋭であったと言える。ドイツ軍上層部もこの師団に期待を寄せたのか、新型のパンター戦車は優先して師団に配備され、敵団兵は全員ハーフトラックに登場していた。また少数ではあるがティガーも配備されていた。この3ヶ月後に編成された第116装甲師団が3号や旧式の4号戦車を装備していたのでその待遇の差は歴然である。そんな師団の初陣はハンガリーであった。この時期ハンガリー首相カーロイ・ミクローシュは連合国との単独講和を画策しており、これを阻止するためドイツは摂政ホルテを軟禁。親独政権の樹立を要求し、軍事的圧力のために師団が送られたのである。最終的にホルテはこれを受け入れ、師団は44年5月にフランス壁艦。東部戦線の戦況が悪化したため、パンターを装備した第1大隊は東へ送られる予定であったが、6月6日に連合国軍がノルマンディに上陸したことを受けこれは中止、師団はすぐさま前線へ向かうが空襲に苛まれ日中は移動できず、8日にようやく到着しカーンで交戦に入る、13日まで町の防衛に成功するが、艦砲と空軍の支援を常に受けられる連合国軍が常に優勢であった。師団の攻撃はことごとく撃退され、度重なる戦闘で戦力はじりじりと削られ8月1日時点での師団の保有戦車数はわずか27両、当初の 14% である。そのため再編成のため後方に送られるが、不幸中の幸いでファレーズポケットに取り残されることを回避できた。12月、再編成を終えた師団はバルジの戦いに参加、しかしこの時期には精鋭だった人員の大部分が死傷しており、また第1戦車大隊が東部戦線に送られたため他の装甲師団に対する優位は完全に失われた。バルジの戦いで師団は100キロ進軍しバストーニャを包囲したが、連合国の反攻が始まるとドイツ側は撤退を余儀なくされ、師団は大きな損害を出しながら撤退。45年にドイツ本国に侵入した英米軍に師団は差し向けられたが、これらは成功せず、最終的に師団は4月にルールポケットで降伏。一方で東部戦線へ送られた第1戦車大隊は45年1月にブダペストの戦いに参加。戦闘後補充を受け西部戦線へ戻ったが、第1中隊のみ第25装甲敵団兵師団へ配属され、暗視装置を備えたパンターでゼーロー島の激戦地を転々し終戦を迎えた。終わり、平定。